ドジャク動画で、何回も見て勉強してほしいっていう系の動画なんですけど、給付費の計算方法、一体いくらになるのかみたいな、はい、ところを説明したいなと思ってて、はい、でどうしたら減算になるとか知らんままやってる。へOK です。回しました。お疲れ様です。お疲れ様です。ジルベルトの谷口です。あ、よろしくお願いします。はい。今日はですね、はい。長尺動画で、何回も見て勉強してほしいっていう系の動画なんですけど、はい。まあ、他にも、何本か今、2本ぐらいかな、上がってると思うんですけど、そうですね。それと同じシリーズで、撮っていこうかなと思ってて、今日はですね、内容は、事業所立ち上げたいけど給付費についていまいち分かってない、売上とか給付費とかってまああるじゃないですか、キャッシュフローとか、ね、お金の流れとか、そもそも給付費っていうところが分かってない人向けの動画です。おー、はいはい。おかじどれぐらい給付費について理解度でいうとどうですか。ああ、そうですね。その例えば利用者さんが1人入ってきたら月大体どれぐらいの給付費が入ってくるとか、はいはいはい、なんかその辺のイメージ。あとはそうですね、そのもし就職したらこの辺は給付費って言うんですかね、ちょっとわかんないですけど、うんうん、1人誰か就職したら、うん、この辺りもどれぐらい入ってくるかみたいなところは、うん、なんとなくは理解はしてるんですけど、はい、ただ詳しい内容まではしっかり分かってないです。そうですよね。なんかいちいち訓練を提供したらいくらだったりとか、これ 何円っていう言い方をする人もいるし、何単位っていう言い方もする人いるじゃないですか。たまに聞きますね。じゃないですか、はい、じゃあ どっちがどういう関係性があるのかとか、では就職したらいつ何が何単位なのか何円なのかとかってところまで構造的に理解するってあんまできてない人多いかなと思ってて、確かに。そこのなんで理解できてない人が多いかっていうと、自分で、学ばなくても支援の人だったら仕事できちゃうじゃないですか。あ、そうですね。なので知らない支援の人とかは多いなと。でサービス管理責任者とか管理者とかになってくるとその辺を見るっていう業務が一部発生するから、知ってる人もふわっと知ってる人もいるし、しっかり知ってる人もいるし、はい、っていう感じなんやけど、基本的にはなんかちょっと一般的なお仕事とかと違って、で単位とかっていうところだったりとか、給付費ってそもそも初めて聞く言葉やからこう入りにくかったりするんですよ、はい、覚えにくいというか。なのでなんかそこについてめちゃくちゃ分かりやすく構造的に説明しようかなって思うので、覚えきるまで何回も見て勉強してほしいって感じです。おー、いいですね。これじゃあ見る対象というか、どういう人が見るのが良さそう。はい、そうですね。2つあって、はい、1つは就労支援の事業所で働いてるおかじみたいに、はい、働いててこれから独立したいなとか。おお、でもお金のことって正直分かんないですか。いるじゃないですか。そうですね。こういう人に対してこういう支援したいなと思ってるけど、正直お金のこと分かってませんっていう人って多いんです。致命的ですよね。そうですね。なのでそういう人が1つ目、はい、でもう1つは他業種、他業界からこの就労支援の業界に参入される方って一定いらっしゃるじゃないですか。そうですね。そういう人たちってビジネスとしてと当然捉えてたりとか、やりたいきっかけがあって興味はあるんですけど、いざこう給付費とか、工賃って何とか、売上って 法人としてどう処理して事業所としてはどうなるみたいなので、うん、やっぱ最初の取っかかりが好きじゃないと見れへん数字というか。そうですね。やったりするんで、まあ、福祉業界未経験の他業種の方で事業所立ち上げたいなとか思ってる人、この2つ向けかなっていうところです。あ、ただまあ一般的にこの今働いてる方とかも別に勉強になるかなと思うんで、うんうん、これ見たら給付費についてのなんだろう、ザクッとした知識というかは、はい、網羅できるかなと思います。あ、じゃあビギナー向けって感じですよね。ビギナー向けだが抑えてたらもう大丈夫かなって。おお、心強いですね。そう、なんか多岐にわたるんですよ、はい、いろんな、これから後で言うんですけど加算がこれがどうのこうのみたいな、はいはいはい、でも覚えなくてもいい
ものってあるじゃないですか。はあ、まあちょっとオプション的な感じですかね。そうそうそう、なんかその授業とかでもさ、抑えるポイントと抑えないポイント、抑えなくてもいいポイントってあるじゃないですか、はいはい、テストに出る出ないとか、抑えなくてもいいポイントもやっぱ全部書いちゃってるから本には開くと、わからない、ね、じゃあどれが重要でどれが重要じゃないかってなんかコツ知ってる人じゃないとわからないじゃないですか。そうですね、そんな感じ、はい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 、全部を網羅的に喋ってる人っているんですけど、はい、どれが大事かって分かりにくいので、なるほどなるほど、ポイントを抑えるっていう感じでいこうかなってところですね。なるほど、はい、分かりました。そんな感じです。はい、お願いします。はい、で今日は、給付費ですね、給付費について、説明していくっていうところで、まあ、これ見てもらったらキャッシュフローが分かるっていうところなんですけど、また別でこういう動画を撮ってほしいとか、こういう内容についてしっかりこう長尺で発信してほしいとかっていうのがあればコメント欄で、コメント欄にコメントしてほしいかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、はい、で、本題なんですけど、はい、基本的にはすみません、前提、あまりよく分かってない人に対してめちゃくちゃ、分かりやすくポイントを説明するっていう趣旨なので、ビギナー向けって今言ってたんですけど、はい、確かに僕とか、管理者とかサビ感ずっとしてる人からしたら知ってる知ってるってなると思う、そこはもうご了承ください。いやーでもありがたいです。はい、ありがとうございます。で、オフィシャルの情報についてはインターネットとか書籍とかでいくらでも正直学ぶことできるんで、今日は伝わりやすい表現方法っていうところをでこう伝えていこうと思うんで、いやそれ厳密には違うでみたいなコメントはありそうっすね。ありそうそれいや違いますよみたいなのは、いや今日はちょっとなしで、はい、僕はいつもセミナーとか研修とか事業者さんにこう伝えたりとか従業員に伝えたりするときに例えて言ってるやり方なんで、オフィシャルはちょっと違うっていうか、はい、っていう感じで進めていきます。はい、で今日 A 型の給付費について説明していきます。はい、就労継続支援 A 型事業所っていう、まあ、事業形態の売上っていうのは、2種類あります。はい、で、ここでは、ポイントとしては法人ってあるじゃないですか、会社でいう売上の概念と事業所、会社の中で事業所っていうものを運営してる売上の概念がちょっと違うんですよ。もうちょっとややこしいじゃないですか。そうですね、会社として、決算がいつでとか税金がいくらでとかのための事業としての売り上げはいくらでみたいな話は一旦置いといて、はい、会社の中で運営している、事業所 A 型事業所の売り上げの考え方なんでちょっと分けてほしいです。あ、なるほどですね。はい、まず分けてもらうと。で、事業所としての売り上げの考え方の話ですよっていうところですね。一つ目は給付費って言われるものですね。はい、給付費ってワードはこの業界入ってから初めて多分聞いたっすよね。そうですね、うん、給付費っていうものが入るんですけど、これは利用者さん、利用者さんっていうのもこれも呼び方というか呼称って結構ややこしくて、はい、利用者さんっていうのは厳密には A 型事業所と契約をした方を利用者さんと呼ぶんですよね。利用者さんになる前は当事者さんになるんですよね。障害当事者さんとか診断書を持っておられる方、はい、利用者さんではないんで、はいはい、厳密に言ったら利用契約を結んだ利用者さん、お客様ですよね、福祉サービス的には、はい、利用者さんが、事業所と契約、利用契約っていうものをここで結んで、その、福祉サービスとして提供するじゃないですか、はい、福祉サービスを利用しますっていう契約書、契約を結んで福祉サービスを A 型事業所がその方に提供すると、で提供したことによって発生するお金っていうのが給付費です。ああ、なるほど。はい、うん、OK ですか。はい、大丈夫です。で、もう一つは生産活動収入って呼ばれるので、これも初めて多分聞いたかなと思うんですけど。そうですね、そうっすよね、はい、僕もこの業界入って初めて聞いたんで、聞きなじみない言葉かなとは思います。これは就労支援の事業所に通う、まあ、A 型事業所ですよね、に通う利用者さんが従事した仕事で稼いだお金になります。どういうことかっていうと、例えば岡島さんっていう、障害をお持ちの方、診断書、お医者さんから診断書が出ている方と、まあ、A 型事業所の僕が契約を交わす利用者さんですね、利用者さん岡島さんがいて、就労支援事業所なので、じゃあ
僕らの A 型事業所としては近隣のマンションの清掃の仕事を請け負います、違う会社さんと。でそこに利用者の岡島さんが仕事しに行って掃除の仕事をすると、はい、でありがとうございますって言って取引先の方から月にいくらとか1回いくらっていうお金をいただいて、売上ってやつですね、はい、会社で言う売上これのことを生産活動収入っていう呼び方をしたりとかするんです。あ、そういうことなんですね。そう、なるほど。ここまではなんとなくわかります、ね、まあそうですね、うん、これじゃあ、給付費から出てくるお金の元とその生産活動収入から出てくる元お金の出所がそもそも違うって話ですね。そうですそうですそうです、なんか一つ目っていうのは言ったら障害者総合支援法っていう、まあ法律に基づいた福祉サービスですね、はい、なんで老人ホームとかとも一緒なんですけど、おじいちゃんが来ておじいちゃんおばあちゃんが来て、はい、老人ホームに入居するじゃないですか、はい、まあ言い方あれかもしれないですけどお世話をすると、うん、お手伝いをしてでそこから報酬があると、はい、国とか市区町村だったり、はい、公的なところからお金をいただくっていう感じですね、はい、まあ厳密に言ったら僕たちがいただいてるんじゃなくて利用者さんに支給されてそれをもらうっていうところなんですけど、はい、覚えれそうやったら覚えてもらって、あ、なるほど、はい、覚えてもらったらと思うんですけど、はい、代理受領って言って、はい、代わりに請求してもらってるっていうところなんで、もらってる感覚になってるだけっていうのも、はいはいはい、あるんですけど、まあ、そこはちょっとややこしいんで、まあ、今覚えなくてもいいかなっていう、あ、分かりました、はい、ところになります、はい、で、出どころの話で言ったらこっちは清掃やってほしい会社さん清掃会社さんの下請けとして仕事するのか、マンションのオーナーから直接仕事をもらうのか、はい、マンションを管理してる不動産会社とか管理会社から仕事を依頼されるのかによって変わるんですけど、はい、まあその会社さんからいただいてるお金なので、うん、もらう先出どころは違うって感じですね、はい、後者の方が結構まあシンプル分かりやすいですね。そうですね、一般的にそうそう会社でお仕事してたらさこっちの話ばっかりで、そうですよね、うん、クライアントさんからもらったお金みたいな感じですよね。そう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 、うん、そんな感じ、はい、この2種類がまず前提あるんですよ、はい、で後者の方は一般的なその別業種とか別業界で働いたことがあるとかお仕事されてたことがある方は分かると思うんですけど、こっちの仕組みの話がちょっとやっぱ分からへんかなと思って、そうですね、まあ、そっちの仕組みの話をしていきます、はい、前者の方ですね、はい、それを給付費と呼んでるんですけどそれについて、はい、説明していきます。で、ここでめちゃくちゃ、まあ、さっきも言ったんですけどめっちゃ大事なことなんですけど、故障を明確に統一しておく必要っていうのがあって、はい、これは、これから事業所する人もそうですし事業所今してる人もそうなんですけど、呼び方バラバラの会社とか最初のタイミングで呼び方間違えたままずっと呼んでることって結構あるんですよ。へー、例えば売上いくらですって言わはる人いるんですよ、はい、売上って給付費の話なんかな、あ、生産活動収入の話なんかな、はい、法人として考えたら合算したやつなんかな、はいはいはい、ちょっともう分からないじゃないですか。そうですね、もう今さっき前に出てた話だけでももうちょっと混乱しますね。そうそうそう、うん、だから呼び方っていうのを統一しといた方がよくて、就労支援の現場で売上って言ってもさっき言ったように何どこのことを指すのかってよくわからないじゃないですか、うん、そうですね、だから前提知識もう入れちゃったらあれなんで入れちゃったら修正してほしいんですけど、はい、入れる手前で故障呼び方をある程度統一しとくっていうのが分かりにくさを消すポイントかなって。確かにここ大事そうですね。そう、これめちゃくちゃ大事だと思います。もうすでに就労支援の事業所されてる方とかでも呼び方を間違ってたりとか、その組織内で呼び方が違ったりとかするんで、はいはい、ここは結構抑えとかんとあかんというか、かなっていう。意識がずれが起きそうですね。そうそうそう。うん、どっちのことかなとか、そうですね、思っちゃうんで、そこは意識してください。はい。はい。でまあ、そこで呼び方、だったりもそうなんですけど事業所としての話なのか法人としての話なのかって最初に言ったらここもややこしいので、はい、ちゃんとどっちの話をしてるのかっていうのも分けて話すとか聞くっていうのは結構大事です、はいはい、
で、故障、呼び方について一つ目のこっちの収入ですね、はい、利用者さんに対してサービスを提供したっていうのに対しての呼び方は、呼び方としては給付費とか訓練等給付費とか、まあ、そういう呼び方がいいんじゃないのかなと思います。他の例えば呼び方で言うとサービス費とか、なんかそういう呼び方する人もいますし、あ、なんかたまに聞きますね。たまに言いますよね、はい、だそれはどれで統一し、どれでどういう呼び方しててもいいんですけど、ある程度組織内で統一しておいた方がいいっていうのと、はいはい、オフィシャルの呼び方を知っておいた方がいい、そうですね。それでいくと給付費とか訓練等給付費っていう呼び方がいいかなと思います。で、2つ目については生産活動収入とか生産活動売上っていうふうに統一するのがいいかなと思います、はい、うん、売上っていう概念の話でいくと、売上があって、あの原価、はい、があったり材料費があったりして、人件費があったりして、あらりがあったりして利益があったりしてって感じなんですけど、まあ、ここは生産活動収入とか生産活動売上いくらなのかで、あとあらりがいくらなのかみたいな考え方でいいと思うので、はい、そういう呼び方がいいと思います。生産活動収入、生産活動売上って呼ぶのがいいと思います。はい、はい、ちょっと前置きがだいぶ長くなったんですけど、こっちの一つ目の給付費の話を、はい、していきます、はい、で、給付費がどういう風なこうフローというか流れで事業所に入るのかみたいなところ、もうめちゃめちゃ大枠 の、 あの法律とか制度の話からすると、はい、めっちゃ長くなるので、まあ、ちょっと分けて説明したいなと思ってて、はい、今日は給付費の計算方法一体いくらになるのかみたいな、あ、はい、ところを説明したいなと思ってて、はい、で、今日はですね、今ちょっと僕手元に資料があるんですけど、はい、就労継続支援 A 型、ここではサービス費って書いてるんですよね。そうですね。そう、あ、もう故障がちょっと違う。そう、はい、まあ、この資料にあの表みたいになってるんですよ、はいはい、表みたいになってるけど、これパッと見た時に見方どう、分かる？いや、もう頭痛くなるんですね。もうこれ読まない、もう嫌な気持ち。でも、もう嫌。なんかその給付金のさ、じゃあ算定の仕方調べようとかってなったら、こういうものがオフィシャルでやっぱあるんですよ。あ、冊子とかを開くとこんな感じで書いてたりするんです。これがまず最初に飛び込んできるんですね。そうそうそう、 あれってなるっすよね。難しそうだなって思いますね。なるんですよ、はい、で、ただとはいえ利用者さんが、何人利用しはったらなんぼになるとか、こうなったらこうなるっていう、それって計算式はあのインターネットで調べたら出てくるんですけど、じゃあ根拠としてはどうなってるかみたいなところがやっぱこっちに入ってるんで、大枠のルールを理解するというか、はい、ルールブックみたいな感じなんで、はい、これが読めるようになると、結構その他のサービスとかの計算方法もわかるし、あの今後いいかなと思うんで、ああ、今日は資料を用いてちょっと説明できたらなと思ってて、はい、で、この資料は概要欄に公式 LINE のリンクを貼っておくので、そこから、LINE1 本飛ばしてもらったらこの資料あのダウンロードっていうか送付させてもらうんで、もしあのしっかり見て理解しきりたいなって思ったら、この資料を、まあ、パソコンで開くなり携帯で開いて見ながら僕が説明して理解できるような感じで説明できたらなと思ってるんで、はい、まあ、ちょっと手間なんですけど、あ、でもいいですね、はい、まあ、なくても理解しようと思ったらちょっと知ってる人だったらできるかもなくらいですけど、完全初心者やったらこういうものをこう読み解けるようになるっていうのがなんか今後大事かなと思う。なるほど。今日はちょっと資料をこう読んでいくような形で進めていきます。はい、本気の人はじゃあもう今すぐLINE 登録した方がいいですね。そうですね、1回ここで切ってもらってで LINE 送って資料もらって印刷してでもいいですし、はいはいはい、今回は1回ずっと見て、はい、おーってなると思うん で、 あで資料ダウンロードして2回目見るとか、あ、それもいいですね。そうそう、そもそも何回も見てしっかり落とし込んでほしいと思ってるんで、あの今回は資料付きっていう感じでやってるので、はいはい、そんな感じで見ていただけたらなと思います。はい、わかりました。はい、じゃあ資料をちょっと見ながら進めていくんですけどその手前にA 型事業所の基本給付とか、はい、まあ、A 型サービス費とか、うん、訓練と給付費とか呼ばれているものの、根拠としては、はい、どういうふうに決まってくるかって話なんですけど、はい、サービス費、訓練と給付費、基本給付とか、これは一緒っす。あ、一緒の意味なんですね、うん、はい、あの分かりやすく言うと客単価ですね。ラーメン屋さん、ラーメン1杯いくらみたいな。あ、
でラーメンいっぱいいくらってあるじゃないですか、はい、600円か700円かの、まあ、ラーメンがあったとしたら、はい、あのチャーシュートッピングしたら乗ってくるんですよね。はいはいはい、料金が上に下がるというか。そうじゃあそのラーメンがなんでこの金額なのかっていうところの根拠が、あの A 型の事業所の給付費の根拠っていうのがあるので、なんかそことこう連動してる感じというか、チャーシュー乗ったら高いじゃないですか。そうですね、味玉乗せたら高いじゃないですか、はいはいはい、でラーメン の, あのそもそもの、一杯あたりの金額ってそれにかかった原価だったりとか、はい、人件費がどれぐらいかかってるとか、そういうもので計算されてるんですよ、はい、それが根拠だと思うんですけど、僕らの事業所でいう1日来られてそこに訓練を提供したらいくらっていうところ、このいくらの根拠っていうのは3つあるんですよ。3つ、はい、はい、で1つ目は人員配置って呼ばれるものです。人が何人その事業所にいはるか、ラーメン屋やったら何人店員がおるかみたいな。あー、店員さん側の話なんですね。そう、店員さんの話、はいはいはい、事業所の中での店員さんっていうのは誰のことなんですか。あ、僕らの言い方ですると、支援員さんですね。生活支援員さんとか、はい、職業指導員さんとか総称して支援員さん、はいはい、まあ、何人いるのかっていうところですね。あ、はい、2つ目は店員数、はい、これはラーメン屋でやったら何人ぐらいお客さんが入れるラーメン屋なのか。あ、座席数みたいな。そう、座席数みたいな、ざくっと言うと、はい、で3つ目がスコアの点数って感じです、はいはい、スコアの点数っていうのは、まあ、例えば2023年のなんかラーメンの大会で優勝したっていうものを評価されたとか、はいはいはい、これがA 型でいうスコアの点数っていう感じ。あ、 A 型にはそもそもそういう評価されるスコアっていう呼ばれるものがあるんですね。スコアと呼ばれるものがあって、はいはい、この3つ、人員配置と、定員数とスコアの点数っていうので客単価が決まってくるっていう感じです、はいはい、ここザクッとですね、覚えておいてください。わ、はい、かりました、はい、じゃあ実際表を見ながらなんですけど、一番左の就労継続支援 A 型サービス費1ってあれ分かります？はい、分かりますね。就労継続支援 A 型サービス費括弧1 7.5 対1って書いてるんですよね。はい、書いてます。その下のボックスは就労継続支援 A 型サービス費2、10対1って書いてますよね。はい、書いてます。これはまず左から見ていくんですよ。左のボックスからこう進んでいくんですよ。はいはいはい、はい、なので一番左のボックスから見ていってるんですけど、人員配置ですね、これは。はい、人員配置の項目なんですけど、はい、人員配置っていうのは利用者さん何人に対して1人の職員がつくのか、うんうん、まあ、例えば見守りをするのかとか支援をするのかっていうものです、はい、で老人ホームとか保育園とかではまあ馴染みが結構あるというか、何人のおじいちゃんおばあちゃんに対して1人の支援、介護職員とか、はい、子供何人までみたいなのあるじゃないですか。あ、聞いたことあります。なんとなく想像つくと思うんですけど、はい、馴染みがあるんですけど、福祉業界以外の業界とあんまり馴染みないですよね。そうですね、僕も初めて聞きましたね。そうですよね、はい、馴染みないかなと思います。じゃあ現実的に考えて、利用者さんが来るじゃないですか、はい、おかじがさ1人で20人30人見れるかって言ったらどうかなって感じですよね。まあ見切れる自信はちょっとないですね。ないっすよね。それこそいきなり支援員デビューしたての時とかも絶対 100% 無理ですね、うんうん。しかもさ、普通に仕事してて、はい、部下20人、30人一気に見れる？あー、その福祉とか関係なく、ね、関係なく、関係なく、あ、それもそもそもよくないと難しいですね。そうなんです、そもそも無理、うん、って感じ、はい、はい、で、就労支援においては見守りっていう観点もあるし、まあ、作業指示っていう観点もあるんですよね、はい、そうですね。見守りっていうのは、その方の軽度、重度とかっていうところの観点もあるし、あ、危険な仕事をしてるとか、はいはい、やったら危険が、起きないように見守っておくっていう、あ、その作業かに作業が危ないから見守りしないあかんっていうのもそうやし、はいはいはい、例えば発作がたまに出ちゃう人とかやったら見守りっていう観点もあるんですよね。あ、そうですね、まあ、あるし、作業指示、次どういう作業したらいいですか、はい、どうしたらもっといい作業の仕方ができますかっていう、こう指示とか指導っていう観点もあるんですけど、それをする人が何人の利用者さんに対して1人配置してるかっていう感じです、うんうん、なるほど。で、人員配置っていうところに関しては 7.5 対1、 7.5 人に対して1人、まあ 0.5 人の人なんて別にいないんでこれ変やなって思うんですけど、違和感は感じますね。違和感ありますよね。確かに。
これがまさかさ、この 7.5 対1の 7.5 が利用者さんの数やとは思わない。いや、そうですね。もうここでちょっと分かりづらさ1個ありますね。急にね、そう、はい、まあ、7人ぐらいのさ、利用者さんにさ、はい、おかじがさ、じゃあ、作業の指示とか見守りとかしますっていうのと、10人ぐらい、はい、10対1の方ね、はい、10人に対しておかじがさ、作業の見守りもするし、指導もするしってなった場合に、はい、これ2パターンなんですけど、どっちの方が手厚そう、利用者さんからしたら。単純に少ない方、 7.5 対1の方が手厚そうなイメージはありますね。そうですよね、はい、ジムとかでもさ、最小人数はマンツーマンじゃないですか。そうですね、パーソナルとかでも手厚いですよね。でもなんかジムとかでさ、なんかレッスンとかやってたりするじゃないですか、はい、そしたらちょっと人数多かったりするじゃないですか。あ、確かに。どっちの方が中身濃そうかとか、なんかこう、なんだろう、満足度高そうかって言ったら、少ない方が満足度高いですよね。そうですね、塾とかでもそうっす、はい、個別指導の方がなんか良さそうとか。そうですね、個別に対応してくれるとか、質問すぐできるとか、なんかいろいろありそうですね。そうそうそう、だから他のサービスとか、業界とかでも、まあなんか個別が一番良くて、だんだんこう大人数になってくると、ちょっとサービスの質も薄まりそうです。そうですね、それと考え方は一緒。ああ、なるほどですね。はい、で、手厚い方が基本給付の単位数が高くなるっていうのがあります、うんうん、具体的にいくらっていうのはまだ出てきてないんですけど、はい、7.5 対1の方が10対1より手厚いよね、うん、ってことは給付費っていうこの金額もちょっと上がるっていうのを覚えておいてください。へえー、あ、そういうことなんですね。はい、なるほど。じゃあ 7.5 対1の方がいいに決まってるって思わないですか。今の話聞いてたら、うん、もう10対1の方を選ばないって思うんですね。なしですよね、はいはい、じゃあ会社するときに 7.5 対1の方が絶対にいいって決まってるかって言ったら、そうでもなくて。あ、そうなんですか、うん、10対1の場合っていうのはのメリットですね、はい、としては、最初の事業所をスタートするときに10対1だと、より少ない職員さんでスタートすることができますよね。あ、なるほど、うん、7.5 対1っていう、事業所としてやっていくのと10対1やったら、職員さんの必要な数っていうのは絶対減るじゃないですか。そうですね、減るってことは最初のスタートの人件費っていうのが抑えれたりするんですよね、うん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 、っていうメリットがあるので、まあ、いわゆる運転資金とか最初の人件費っていうところを抑えれるってメリットがある。へえ、うん、じゃあ給付費はその分ちょっと下がるけど、その少ない人数で回した方がうまいこといくパターンもある。パターンもある、そう、その人の状況によってなんですけど、はい、最初こう人揃えるってちょっと大変やったりとか、はい、どうしてもその運転資金上難しいなとか、はい、最初は10対1でもなんかいけるっていうその条件もあるの で、 あ、ね、必ず 7.5 対1がいいかっていうと、そうでもないっていう。あ、そういうことなんですね。そうそうそう、そんな感じです、はい、でちなみに 7.5 対1と10対1最初に選んだら、はい、変えられへんと思ってる人もいるかもしれないですけど、変えれるんですよ。あ、変えれるんですか。そう、だからスタートは10対1でスタートして、その後 7.5 対1に支払うっていうのもあり。あ、それはいいですね。そうそうそう、状況に合わせてってことですよね。変えれる。へえー、あ、それは初めて聞きましたね、うん、そこは10対1の、まあ、メリットというか、うん、10対1を選ぶ場合のメリット。ただ全国的には 7.5 対1の方が結構多い。ああ、そうなんですね、うん、でも今の聞いたらそれは当然ですよね。そうですね、うん、確かに単価も高いし、はい、手厚い支援ができるから、うんうん、はい、そうですねって感じです。じゃあ次、一つ右のボックスに移ってほしいんですよ。はい、ちょっと小さくなりましたね。はい、そうですね、はい、一番上が定員20人以下、うんうんうん、その下定員21人以上40人以下、はい、その下、定員41人以上、60人以下、はい、その下、60人以上、80人以下、81人以上って感じで、1、2、3、4、5つのボックスがありますよね、はい、7.5 対1と10対1それぞれで5つに分かれてますよね、はい、これは事業所で受け入れる定員によって、金額が変わってくるってやつです。おお、なるほど。2つ目の定員数ってやつですね、はい、ラーメン屋でいう席の数、椅子の数みたいな、はいはいはい、で基本的にこれ20人定員の事業所さんが多いです。シンプルによく聞きます。うちもそうですよね。うちもそうですし、ほとんどそうじゃないっていうぐらい、なんか昔から結構やってて、社会福祉法人さんとか NPO さんで結構昔からやってて大きい工場を持ってるとかの場合は定員がもっと大きい場合とかあるんですけど、あ、そうなんですね、今日はやっぱ今ほとんど A 型でやられてるところ20人定員っ
というところが多いです。へ、はい。で、20人定員、ここは、ここでは20人定員の事業所が多い理由っていうところなんですけど、はい、いくつかあって、仕事の量を用意する準備する大変さっていうところですね、はい、が1つ目で、2つ目が最初の段階での必要資金、3つ目が基本給付費の高さって感じです。はいはいはい。これは20人定員っていうランクというか項目が一番高いです。で、20人以上40人以下ってこうどんどん増えてくるにつれて単価が下がっていくって感じです。はいはいはい、なるほど。定員数がじゃあ20人以下、まあ、少ない方が給付費より、あの1人当たりもらえる単価が高い。そうですそうです。それで大丈夫。そう、ただメリットとしてはそこだけじゃなくて、はい、最初の段階での必要資金って書いてるじゃん、言ってる、はい、言ったじゃないですか、ありますね、2つ目に。これ何かって言ったら、じゃあ80人さ仕事ができるさ、物件借りるってなったらさ、めっちゃ高そうじゃん。いや、そうですね、結構かかるんじゃないですか。でもめちゃくちゃかかる。そうですよね、うん、そんなんいきなり用意できますかって。あー、確かに。今からじゃあ A 型スタートするぞってなった時、そんな金ないですもんね。そもそも。いや、ないないない、確かに、うん、だからそもそも固定費めっちゃかかるし、はい、現実的じゃん。確かに、うん、給付費も一番高いのが20人定員やし、いきなりそんなドカーンとできるかっていうと難しいし、はい、最初に言った仕事のを用意する大変さ。あ、80人分の仕事さ、岡地どう？めちゃくちゃ大変。むちゃくちゃ大変。めちゃくちゃ大変ですね。むちゃくちゃ大変なんですよ。そうですよね。そう、20人でも大変って言ってる人ばっかりなんで、はいはい、なのでスタートの段階では 7.5 対1選ぶ、10対1選ぶ、まあ置いといて、はい、次の定員ってなった時に20人定員が多い理由はそこ。あー、なるほどですね、うん、そうか。じゃあやっぱまあ どこかでその先言った3つのどこかがつまずいてじゃないですけど、もともと仕事の量がめちゃくちゃあって、うん、人手がもう足りてないって会社さえやったら、うん、変わってくる。それはちょっと定員数増やしてもいいってことですよね。そうそうそう、うん、だから20人しか選択肢がないわけではそもそもないっていう。20人、40人、60人ってあるんやけど、はい、基本的に選びがちなのは今言った理由、はいはいはい、うん、だから、まあ、マスト的な感じで20人定員がマスト的な感じで扱われてるというか、っていう感じ。ただ枠組みとしてはいろいろあるよって感じです。そういうことですね。そう、数として多いのはそういうことなんですね。そう、そういう理由って感じです。わかり、理解しました。はい、自分が立ち上げようと思った時も多分20人でやるっすよね。いや、そうです ね、 ですね。いきなりいろいろ考えて、場所とか仕事の量とか考えたら、そうそうそう、うん、結果20人で落ち着くだろうなっていうところで。そうやね。ちなみにこれも店員も物件を大きくするとか、はい、手続きを踏んだら帰れるんで。あ、ほぼ最初で決めて決めてさ、永遠じゃないんですか。永遠じゃない、それは。あ、うん、だからもちろん条件はいろいろあるけど、はい、申請して店員を大きくするとかっていうのは全然ありなんで、最初の段階はすごいこうミニマムで20人店員でスタートするっていうのがいいのかなと思う。ああ、そういうことですね。はい、はい、じゃあ次、一つ右のボックスに移ってください。はい、そしたらさらに細分化されてますよね。なんか細かくなってきましたね。そう、もうこれね、これをねこう読むのがねやっぱ難しい。いやー、難しいですね。はい、って感じなんですけど、はい、一つ右のボックスに書いてあるのは、ちょっと上から読んでいくと、はい、評価点が170点以上の場合、評価点が150点以上170点未満の場合、評価点が130点以上150点未満の場合、評価点が105点以上130点未満の場合、評価点が80点以上105点以上の場合、未満の場合、評価点が60点以上80点未満の場合、評価点が60点未満の場合、さらに7つに分かれてるんですよ。そうですね。何これ評価点って何なんですか。誰が評価するの。いや、待てよ、なんだこれ。はい、これがスコアってやつですね。はい、あ、さっき言ってたやつですか。そうです、そうです。あ、これスコア表の点数の話、はいはい、何点ですかっていうところでこう分かれてるんですよ、区分が。はい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 、はい、スコア表っていうのは簡単に言ったら事業所の通知表で、通信簿って言ってた。通信簿、そうですね、通信簿。あれですよね、終業式の日にもらえるやつですよね。そうそうそう、はい、そう、通信簿みたいな、はい、成績みたいな感じ、はい、ザクッと言うと、はい、違うぞっていう言われそうやけど、はいはいはい、もうそんな感じ。なるほど、はい、これ評価してるのは誰ですか。評価してるのは、あ、でも自己評価。あ、そうなんですか。自己評価なんですけど、はい、その評価の基準っていうのが明確に出されてるんで、
この基準をクリアしてるか否か、クリアしてたら何点っていうのを全部出てるので、はい、それを元に事業所が自己評価していく、はいはい、でもその明確な線引きっていうのはあるんですよ。やってるやってないとか、はいはい、できたできてないっていう評価の仕方っていうのは統一されてて、自己評価をして、スコアの点数をつけるって感じ。へー、自分で丸付けする感じ。へー、で先生に提出するっていう。あ、なるほど。先生はこれは国ですか？あ、厚生労働省に。厚生労働省、はい、はい、管轄になるんで。全国じゃあ一緒なんですね、これは。スコア表っていうのは一緒です。統一されてます。はいはいはい、はい、で、スコア表っていうのは5つ項目があります、はい、で、合計200点満点中何点かっていう評価点によって基本給付、さっきの、まあ、単価ですよね、はい、基本給付とかサービス費とか給付費とか言ってた単価が変動するって感じ、はい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 、で、当然200点満点中なんで、200点満点中170点以上の場合っていうランクが高そうっていうのは分かるじゃないですか。そうですね、点数が高いところが当然高いです、うんうんうん、はい、で、ちなみにこれは期間の話、はい、期間の話でいくと、今、令和5年の12月に撮ってますけど、例えば令和5年の4月から令和6年3月まで、令和5年度ですね、はい、令和5年4月から令和6年3月までのこの実績、何点を取ったか、この1年度で1年間で何点取ったかっていうのが、令和6年4月から令和7年3月までの1年間反映されるって感じ、はい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 、なんとなくわかります。1年の年度で毎回変わるってことですね。そうです、まあ、基本その年度の事業なので、はい、4月3月っていうこのくくりになるんですけど、はいはい、前年度の成績が今年度の単価に反映されるって感じ。あ、じゃあ3年生の時の成績が4年生の時に、4年生の待遇に待遇になるんですね。なるほど、はいはい、わかりました、はい、ザクッとそんな感じですね、はいはい、でちなみに立ち上げした最初の点数、はい、最初って点数つけられないじゃないですか。あ、そうです、ね、実績がないので前年の分がないからです。あ、そうです、そうです。ちなみに立ち上げした最初の点数っていうのは80点以上105点未満の場合であるとみなされる。へえ、そういうの決まってるんですよ。あ、そうなんですね。そうです、そうです。で、立ち上げの、ポイントっていうのが一つあって、はい、年度途中に開所した場合、はい、4月1日とかじゃなくて5月とか6月7月、まあ、年度の途中に開所するとするじゃないですか、はい、そしたら例えば、8月に開所した、8月に開所したら3月で一旦切れるじゃないですか。そうですね、半端な月数が、ちょっと半端ですね、そうの場合は、それプラス1年間でカウントされることになります。1年半分ってことですか。そうそうそう、はい、になります。例えば令和6年の4月に開所した場合は、はい、丸1年事業所の運営をしてるじゃないですか。4月1日から3月末までになったら令和7年の4月にスコアの変更っていうのがかかります、はい、ただ令和6年5月に開所したら運営期間1年未満になるんですよね。あ、本当ですね、11ヶ月になりますね。半端ですよね、はいはい、になるので令和7年度も同じスコアの点数のまま1年間運営しないといけない。へえ。令和8年の4月から初めてスコアの実績が反映される形。あ、そうなんですね。開所時期のポイントがあるって感じです。へー、はい、なるほど。まあこれでもあくまで開所時期が調整できるならそこも考えた方がいいかなっていうぐらいなんで、はい、基本的には立ち上げたいと思ったタイミングで立ち上げた方がいいのはいいです。あ、そうなんですね、はい、で立ち上げたいと思うタイミングがいいって言ったんですけど、はい、3年後に立ち上げたいですとか40歳までには立ち上げたいですみたいな、まあ、それ5年後みたいな、はいはい、あるじゃないですか、はい、それでいくと早ければ早い方がいい。あ、そうなんですか、うん、と思ってて、はい、でなんでかっていうと総量規制っていうのがあって、はい、総量規制っていうのがかかるとそのエリアでもうこの事業所この A 型とか建てられないよっていうものがあるんですよ。そんなことあるんですか。はい、減りましたね。それ家で赤くなっちゃうね。これ。はい。はい。っていうのがあるので、総量規制。総量規制っていうのがあるのと、会社のタイミングもあるんですけど、個人的にはそんなに狙って
やらんでもいいと思います。はい、って感じですね。はい、じゃあ基本給付の計算の仕方いきますね。7.5 対1ってところまず見てください。7.5対1上のボックス、はい、次20人定員、はい、で解消しました、はい、解消したから80点以上105点未満っていう、ところを見てください。カッコ5って漢字で書いてあるところですよね。そうですね、はい、その右にずれた時に、はい、なんて書いてます？カッコ527単位って書いてます。そう、それが最初の単位数って感じ。へー、この527単位っていうのが事業所を作って1日1人例えば事業所開けて利用者さんが来て訓練を提供したときに527単位ゲットできるって感じ。あー、1人当たり527。そうです、そうです、はいはいはい、はい、って感じです。はい、でこれ例えば105点以上130点未満の場合ってところ見てもらっていいですか。105点以上130点未満、はい、ありますね。何ぼって書いてますか。ここは、括弧655単位、はい、655単位に上がってるんですよ。はい、点数が上がったら単位も上がるっていう、はいはいはい、そういうことですね。527単位やったじゃないですか、はいはい、それが今1個上のランクになったら600点台になる、はいはいはい、130点弱ぐらい上がってるんです、ね、そうです、そうです、はいはい、っていう見方をしていきます。へー、例えば、はい、あんまりなんだろう、実際そんなことはないかなと思うんですけど、この表の10対1ってところを見てください。10対1、はい、下ですね、一番下側で、はい、定員81人以上って見てください。はい、一番下、はい、で評価点が60点未満って見てください。カッコ7番、はい、何ぼって書いてます。226単位って書いてます。すごない？すごい差ですね、これは。そう、こんなに変わるんですか。そう、まあ現実的じゃないかなとは思うけど、ただこういうふうに最終的に人員配置がどこなのかっていうのがあって、はい、で定員数何人なのかっていうのがあって、はい、スコアが何点なのかっていうのがあって、一番右に今単位があります、はいはい、そうですね、これを追っていったら基本の単位が分かれてる。なるほど、はい、給付費ですね、はい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 、これ今質問してもいいですか。大丈夫です。これ単位っていうのは、単純に円じゃないですか。円じゃないんですよ、これ難しいですね。はい、じゃあこの単位を円にする方法の話、はい、今からちょうどする。お、待ってました。はい、でこの527単位を円にしたいですよね、はい、そうですね、単位いらないですもんね、はい、はい、円にするんですけど、527単位に地域区分っていうものをかけます。地域区分、はい、地域区分っていうのは何かっていう と、事業所を運営している地域によって、はい、職員さんの賃金の差、最低賃金とかの差っていうものが出るんですよ、はい、東京のさ、最低賃金とさ、はい、沖縄の最低賃金違うじゃないですか。ああ、そうですね。これ全国の最低賃金、まあ、労働者に支払わないと、職員さんに支払うお金っていうものにそもそも差が生まれてる。ああ、確かに。物価だったりとかもそうですけど、はい、この差っていうのを考慮したものが地域区分。あ、そういうことなんですね、はい、なるほど。どういうことかっていうと、エリアによって掛け率を変えることで調整してるんですよ。はいはいはい、これが地域区分です、はい、で1級地から4級地まであるので、自分が事業をしようとしているエリアが、まあ、何級地に該当するのかっていうのを調べてみてください。へー、そしたら本当に誤差なんですけど、はい、0. 点何歩違うとかっていうのが分かります。あ、そうなんですね、はい、これ1級地の方が、高いんですか、低いんですか。あ、ちょっと覚えてないですね。あ、そこそうなんですね。でちなみに神戸市は4級地になるんで、はい、10.68 円っていうのをかけるってことです。へえ。計算式としては、はい、527単位かける10.68、はい、で端数切り捨てになるので、はい、イコール5628円って感じです。はいはい、これで1日あたり1人の利用者さんにサービス提供した場合の給付費の金額円ですね、はい、が分かるってことです。あ、ここでついに円になりました。そう、ここまでの計算の仕方って分かりました。はい、すごく分かりやすいです。 OK、 はい、はい、でサービスの提供って言ったら1ヶ月に、まあ、1日空けて来ていただいてサービスを提供するじゃないですか。じゃあ1ヶ月に、1ヶ月って30日とか31日付きじゃないですか、はい、もう毎日開けたら毎日サービス提供できるんかって、そうじゃなくて、はい、
1ヶ月間の間で原則その月の日数引く8日、はい、原則の日数とか各月マイナス8日とか8、マイナス8って書いてとかっていう呼び方するんですけど、はい、これどういうことかっていう と、1人の利用者さんが、原則、1月で受け入れるサービスの日数が決まってるんですよ。それがマイナス8日とかっていうんですけど、はい、どういうことかっていうと31日の月であれば23日ですよね、はい、引く8して、はい、30日月であれば22日みたいな計算の仕方です、はいはい、じゃあ仮に事業所の開所日ですね、オープンしてる日営業日ですね、はい、を毎月平均した時にマックスまで開けるとしたら22日になるんですよ、はい、22日間開けるとしたら計算式としては1人当たりの1ヶ月の給付日の計算の仕方は、はい、527単位かける 10.68 これで5628円です、ね、はい、かける22日ですね、はい、22かけると123,823円、うんうんうん、これはさっき1日あたり1人5000いくらっていうのが出たじゃないですか、はい、かける実際どれぐらい利用できるのが上限なのかっていうのを22日です、はい、22日利用したってことは1ヶ月に123,823円っていうのが毎日利用された場合給付費として入ってきますって感じです。ああ、はいはい、なるほど。じゃあ定員20人で、まあ、満員来たとして、はい、もう20人の方が毎日来られたとしたら、うん、さらに20人をかけるって感じですね、はい、計算式は527単位×10.68×10.68円×22日×20人、はい、答えは、247,6478円。おお、こういった計算式になります。おお、なるほど、うん、はいはいはい、これが、はい、あの基本給付、まあ、いわゆる、訓練と給付費とか給付費って言われるものの、あの仕組みと算出方法と計算方法って感じ、はい、おお、なるほど、すごくわかります。 OK、はい、これじゃああれですよね、今ここの計算式で出してもらったのは20人定員で、休まずに来た場合ってことですよね。そうです、そうです。利用者さんが、そうです。あ、なるほど。そこに、登録してもお金って入らないですよね。あ、はい、はい、契約をするだけじゃ給付費っていうのは発生しなくて、はい、あくまでその日訓練をしたで初めて発生するっていうところになるので、はい、今のちょっと話でもし勘違いしちゃったらあれなんですけど、はい、来た回数、サービスを提供した人数、その日に提供した人数っていうのが20人って感じなので、はい、登録とか契約を20件じゃないんですよ。あー、なるほど。ここまたちょっとややこしいポイントですね。ちょっとややこしい、これは。そうですね。すごいややこしいんですけど、まあ、そこは一旦今は無視してもいいかも。あ、確かにややこしくなるポイントではあるんですね。ややこしくなるポイント、また別でちょっと解説します。確かに、詳しく、そうですね。はい、わ、はい、かりました。計算の仕方としてはそんな感じです、うん、はい、わかりました。はい、なので必要な、経費とかもいろいろ計算する前にどれぐらい売り上げが立つのかとか、はい、どれぐらいのこうキャッシュフローになるのかっていうのを計算するときにこのさっきお伝えした内容で計算してみてください。はい、わかりました、はい、そんな感じです。で、今のはサービス費って呼んだりとか、はい、基本給付って呼んだりとか言ったら、ラーメン屋さんやったらもうノーマルのラーメン、はいはいはい、じゃないですか。まあ世の中で600円とか550円ぐらいの、そうそうそう、中華そばの安いやつとか、はいはい、スタンダードのやつ、そうですね、キャッシュも別に2枚ぐらいしか乗って、はいはい、スタンダードのやつなんですけど、ここに加算とか減算とかっていうものが仕組みが加味されて報酬、最終的な報酬になっていくっていう感じですね。へえ、はい、加算は、まあ、ちょっと分かるんですか。チャーシュー乗せるってことなんですか。そう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 、トッピングね。はい、減算ってのもあるんですか。減算はちょっと例えが分からないけど髪の毛入れてもうたらただになっちゃうとかラーメン屋で言うところ、そうそう、ラーメン屋で言うところの、はい、そんな感じかな。あ、そういうことですね、うん、はい、まあ、ラーメン屋とかやったらさ、別に食品を取り扱うからちゃんと許可取ってるよねとか。ああ、はいはいはい、まあまあ、やった方がサービスの質が上がるとかっていう根拠があるものが加算、はい、質がサービスの質下がってやるやないかっていう、はい、マイナスの要因が減算、なるほど、っていう感じです、はい、なので
基本給付っていうものがまずあると、はい、そこに加算が乗っかってくる、で減算に該当するようなことをしちゃったら引かれちゃうみたいな考え方なので3つあるんです。基本給付、加算、減算、はい、これで成り立ってるって感じ。なるほど、はい。で減算については、はい、もういろいろあるんですけど、はい、ポイントだけざっと説明すると、はい、サービス管理者、責任者欠如減算、はい、サービス提供職員欠如減算、はい、これはサビ感おらへんとか言うじゃないですか。あ、ここに繋がってるんですね、はい、サビ感不足、そう、よく聞きます。最高のラーメン作れる職人が、はい、やめちゃったら、はい、ラーメン作れないじゃないですか。ますね。そうそう、サービス提供できないですよね。サービス提供できない。だからサービスラーメンって言ってもらえた。サービス管理責任者がいないと減算かかります。はい、支援の質が下がるから、うんうん、著しく。確かに。でサービス提供、職員欠如減算っていうのも、うん、支援の人が少なかったらサービスの質って下がるじゃないですか。そうですね。だから減らすよっていうことですね。はい、なるほど。で定員超過減算とか、うん、支援計画未作成減算とか、自己評価、未公表減算とか、はい、とかいろいろあるんですけど、まあ、ざっくり言ったら必要な人がいない、必要な書類がないとか、はい、定員よりめちゃめちゃ多い人数受け入れまくってるとかね、はい、そしたらいわゆる給付費の何割かをカットしますよっていうものです。で大きいものになってくると半分カットになります。そんなことあるんですか。ラーメンさ、いっぱい出してさ、680円やったのにさ、はい、何 ?300 いくらとかになって、いや、だいぶ全てのラーメンがさ、いや、もうちょっと潰れちゃうかもしれないですね。潰れちゃうよねっていう恐ろしいものです。へー。なので、減産については減産にならないように守備しっかり守っていくことが大事。なるほど。だってじゃあ決まってるんですね、はい、その決まり事をしっかり守るっていうところ、ね、そうそうそう、それだけなんやけど、守れない理由っていうのがいくつかあって、はい、一つは制度を理解してない、知らないと。そう、今説明してるからいいんですけど、まあ、本当にコンサルティングとかさせてもらう中で、立ち上げの相談とかもらう中で、はい、制度全く勉強せずに他業種から入っている人っているんですよ。これ、まあ、これ動画を撮ってる理由にもなるんですけど、はい、行政書士にお願いして法人設立から、書類も作って出して、さあもう解消できますと、解消する権利はもう有してると、はい、でも勉強してなさすぎて何をしたら減算になるとか知らんままやってる。理解してない。危険ですね。そう、なかなか。もう一つはバレないと思ってやってる。おお、やばいな。この2つ、もう後者はダメよって言うしかないですけど、そうですね、前者の方も結構多いんですよ。あ、なるほど。正しく理解しないとやっぱいけない、はい、あっていう感じですね。やっぱじゃあその前者の方を減らす活動を今してるわけなんですね。そうです。もうあまりに多すぎる。なるほど、なるほど。そう、やっぱりちゃんと成立させるにはルールとか根拠とか、確かにっていうのを頭に入れる必要があると思ってて、まあ、それをまあ分かりやすく説明できたらっていうところであるんですけど、減算はそんな感じです。はい、はい、加算については初期加算っていうのがあります。初期加算、はい、まあ、ざくっと言うと病院でいう初診料ってなんかついてるでしょ。ああ、なんか明細に書いてます、ね。書いてるでしょ。はい。初めましての方に対してプラスでオンされる。はい、はい。病院で初診料みたいな感じ。うん。初回の利用から起算して30日間はプラス30単位追加される。へえ。まあ、さっきの単位の計算で言ったら、527に30単位乗せられる感じですよね。へえ。あ、で、そうなんですね。円で言ったら 10.68 やったじゃないですか。はい。まあ、10円ぐらいやとして。はい。30円かけ 30×10 ってしたら、はい、300、そう、1日あたり300円が上乗せされるっていう感じ。あ、ちょっとじゃあ優しい、そうそうそう、優しいですね、ちょっとね、はい、うん、まだその人のことさ理解してないしさ、うん、初めましての人に対しての支援ってやっぱちょっと負荷も大きいし、あ、そうですね、そういうのもあって最初の30日間はプラス30単位追加されますよってやつです。へえ、あ、そういうのもあるんですね。はい、なるほど。でも根拠知ったらなるほどってなるじゃないですか。確かに、そうですね。じゃあそこが大事、根拠、なんでこの支給されるのか、なんでダメなのかっていう根拠がめっちゃ大事だから、確かに、はい、セットで覚えると、まあ覚えやすいですね。そうそうそう、覚えやすい、はい、なるほどってなるし、はい、欠席時対応加算、急病などにより利用を中止した際に連絡調整や相談援助等を行った場合に月に4回まで94単位を算定可能。うんうんうん、これは勘違いしやすいのは、はい、キャンセル料として休んだ日にもらえるんですかって思ってる人多いんですけど、はいはい、そうじゃなくて、お休みしますってなった時に、はい、そこで支援するんですよ。はいはい、体調悪いってどこが体調悪いですかとか、はい、
まあ、どういう状況ですかとか、病院行ったりするとか、処置とか対応できそうですかとか、これも相談援助とか支援になるんですよ。はい、それをしたら月に4回までは94単位なんで10かけたら1000円弱ぐらい、そうですね、やれば月に4回までは算定できるよってやつ。あ、へえ。その日休んじゃってるからさ、はい、5000いくらっていうの入らないじゃないですか。そうですね、困りますよね。そう、入らないんですけど電話来てお休みしますとか、あのちょっとしんどいんですってなった時に相談援助したりとか支援したっていうことで1000円入れるよみたいな感じ。そういうことですね、うん、その電話もしっかり対応してあげてねっていうか、そこも支援だよってことですね。そう、それも支援っていう感じです。はい、で福祉専門職配置等加算、これは良質な人材の確保とサービスの質の向上を図ることで条件に応じて加算って書いてあるんですけど、はい、まあいろいろランクというかあるんですよ。あるんですけど、要はどういう加算かっていうと、専門職とか、はい、あの資格持ってる人とかが多い事業所と、無資格の人ばっかりやったらなんとなく前者の方が良さそうや。そうですね、うん、って感じ。それが良質な人材の、確保に勤めてるとか、はい、専門職が多いとか、例えば正規職員の方が多いとか、そういうのでもつくって感じです、はい、あこの辺もじゃあまたさらに細かく決まってるってことですか。そうですね、さらにこう階層がちょっとあるんで、はい、今割愛しますけど、はい、まあいいサービスしたら加算つけるよってことですよね。要は分かりやすいですね。そう、分かりやすいです。確かに、はい、例えば支援のうちの 75% が、正社員、常勤職員って呼ばれるんですけど、はい、やったりとか、支援のうち資格を持っている人が 35% 超えてるとか、そういう条件がもろもろあります。はい、はい、っていうような加算です。はい、就労移行支援体制加算、 A 型事業所を利用した利用者さんが、一般就労ですね、はい、一般就労っていうのは僕らの業界では企業に就職した人ですね、はい、アルバイトとかパートとかまあ含みます、はい、企業に就職した後に半年間定着した場合に加算されます。おお、半年間なんですね。そうです、そうです。そもそも A 型事業所って、立ち上げようと思ってはる人っていうのは、なんか利用者さんを雇って仕事してもらって訓練提供して、はい、なんか給付費国からなんかもらえるのがあって、はい、みたいなぐらいやと思うんですけど、はい、そこで働いてもらうっていうのも大事なんですけど、働いて訓練して就職してもらうっていうのも役割として担ってるんで、そこの加算、インセンティブというか報酬って感じ、はい、なるほど。成長してもらうってことですね。そうです、そうです。成長してその人をあの世の中に送り出していくっていうのも僕らの機能としてすごく重要なので。確かに。じゃあ何人送り出しましたみたいな、はい、1人いくらよみたいな感じです。ああ、いや大事ですね、はい、でここはちょっと計算方法がちょっとだけややこしいんで、はい、この動画では割愛します。また別途、はい、あの撮影して出せたらなと思ってます。わかりました。次、賃金向上達成指導員加算ですね。生産活動収入を増やすための活動を行う人員を雇用した場合に加算。生産活動収入って最初にさ、はい、説明したさ、清掃でもらった売り上げ、はい、やっぱりあの20人の店員の事業所作ったら20人分の仕事で、はい、20人分のお給料を賄える仕事を取ってこなダメじゃないですか。あ、そうですね。そこに1人それ専従の人員を雇うとかした時にお金かかっちゃうじゃないですか。そうですね。では賃金をどうやって向上していくかっていう計画を作ったり、いろいろ要件はあるんですけど、はい、そういう人を雇った時に加算をあの上げますってやつです。へえ。そしたらこれを人件費に移せますよ、はいはいはい、そしたらより良い仕事を取ってきたりとか売り上げを上げたりっていうのにコミットできるので、はいはいはい、そういうような加算です。ああ、すごい、ちゃんと根拠がついてるんですね。そうそうそう。やっぱり就労支援になるので、就労支援に必要な人材を用意した、さっきの専門職もそうだけど、はい、っていうことに対して一個一個加算があるんですよ、はいはい、でそれをうまく使ってあの人を雇ったりとか、はい、っていうのがあのポイントとしては大事かなというところです。送迎加算、まあ、文字通りですね、送迎、はい、利用者さんを送迎、自宅から事業所まで、送迎しましたよとか、要件満たすことで、加算がつきます。これは僕ら神戸で事業してるんで、まあ、あんまり馴染みないと思うんですけど、はい、ちょっと地方に行ったらアクセスが良い悪いってあるじゃないですか。あ、確かに、うん、だったりとか、はい、あとは利用者さん その障害特性上なかなか一人で難しいとか、そうですね、公共交通機関がちょっとっていう人とかの場合であれば送迎とかやってるところもありますね、はい。で、処遇改善加算、これは職員さん、働いてる職員さんの待遇を良くするための施策を、これも条件があるんですけど、はい、そういうのを行った時に条件を満たした場合加算って感じですね。これが加算の
あのいくつか抜粋したやつって感じです。はいはい、はい、あ、まだまだあるんですね、これは。まだまだあります。まあいろいろあるんですけど、はい、今言った内容はなんとなく授業したら多分出てきそうなやつって感じです。はいはいはい、それ以外のやつは最初に言っためったに見ることがない、はいはいはい、おまけたちですよね。そうそうそう、はいはいはい、めちゃめちゃレアな加算とかもあるんで、もしかしたら該当するっていうあの授業さんもあるかもしれないんですけど、はい、まず理解するっていうところでいくと、基本給付、減算加算の加算も減算もまあ一部、ね、はい、あの頭に入れるっていうのがいいのかなっていうところなので、はいはいはい、まあ、今日はこのここまでで説明っていう感じなんですけど、はい、考え方としては3つありますね。人員配置、何人を一人で見るのか、2つ目が定員数で、3つ目がスコアの点数で、初年度に関してはもう決まってるよっていう、はい、でスコアを上げていく方法とかまだ別途解説するんですけど、それで基本給付が決まると。で基本給付に円地域区分を調べてもらって、まあ、大体10点なんぼとか、はい、10だったりとかなので10をかけると、そしたら円になると。でその円っていうのは1日あたりなので、利用者さんの数が増えたら利用者さんの人数をかけると、はい、で1ヶ月ってなったら22日っていうところが最大なので22をかけると、はい、そしたら月の給付金の売り上げがあって、さらにいろんな施策をすることで加算が乗っていくと。なるほど。でもやらないといけないことをやってなかったら減算っていうのが生まれちゃうと、はい、っていうのがあの給付費の構造と計算方法。あー、分かりやすい。どうですか、なんとなくイメージつきました。いや、だいぶ理解した気になってます今。うんうんうん、うん、はい、あの結構考えたこと、聞いたことないなっていうところも多かったですけど、うん、いざ聞いてみると、その経営する上で結局めっちゃ大事ですよね。一番大事。そうですよね、うん、ここも経営する上でも大事だし、あとまあ聞いてたらその根拠がやっぱあるじゃないですか。就職者を成長してもらってとか、うん、そのなんか福祉的なというか社会資源としての意味合いを理解する上でもめっちゃ大事だなって今聞いてて思いましたね。めっちゃ大事ですね、うん、だってあの支援の質が上がるとか、より良いことをしたら加算がつくし、はい、ダメなこと、支援の質が下がるとか、うん、っていうことやったら減算、当然のことじゃないですか。そうですね、うん、当然のことなんで、これやっぱりあの経営する人だけじゃなくて支援も今欠席時対応加算っていうところ、はい、これは欠席する人に対して支援をしてるっていう気持ちでやるのと、はい、ただ電話取って対応するんだったらやっぱ意識も違うと思いますし、いや全然違いますね、うんうん、だから一個一個ちゃんと根拠があるっていうところなので、そこをまず立ち上げる人は一旦インプットしてほしいです。しっかりそうですね、インプットしてからあのお金の計算してください。そうですね、間違いないですねものすごい大事ですね。そう、ただあのやっぱ文章でさ、この今日のこの資料もあるけどさ、はい、パッて渡された時にさ読み解くってちょっとさ、ちょっとやっぱ難しくない？いやー、やっぱこれに対してアレルギーある人も多いと思います。そうなんや、はい、俺もやっぱ最初見た時に全然分からへんから、はい、なんかいろんな人に聞いて、それが合ってる情報やったり間違ってる情報やったりとかして、なんとなく分かってきて今はこう理解したっていう感じなんだけど、あ、そうですね、やっぱ最初見た時に難しいと思う。そうですね、うん、難しいと思うし、これ見て分からへんなら立ち上げんなみたいな感じの人もおるかもしれへんけど、これ見て分からへん人がガンガン立ち上げようとしてるっていう事実があるから現実はそうなんですね。そうなんですよ、立ち上げたいんですよ多分。立ち上げたいっていうのは分かるんで、はい、まあ、そこはやっぱりちゃんと前提の知識としてすごい具体的な話なのでインプットするっていうのが大事かなと、はいはい、思います。今バーって喋ったんですけど、はい、一気に全部は覚えれないですよね。確かにそうですね。なので何回も見てほしい。あ、確かに何回も見て僕が言ったことがもう理解できたら、はい、次のステップの動画出すんで。なるほどこれじゃあ最初に見て、はい、あの立ち上げる最初に見る動画というか一本目ですよね、これも。そうです、そうです。社長の方がね、はい、なんていうんですか、マインドの話だったりとか、そうですね、はい、そういう軸で会社の立ち上げと今マインドって出してると思うんですけど、はい、僕はめっちゃ具体な、この数字の給付費の、福祉の方の給付費の話とかっていうのが、はい、できるかなと思ったので、はい、今回撮ったんで、もう結構大事かなと。じゃあ社長が前出した動画と今回の動画と交互に毎日見ていくのがいいですね。あ、そうですね、もう毎日見て刷り込んでなるほどなるほど、はい、分かりましたっていう感じですね、はい、でただ結構覚えることがやっぱ他にもいろいろあるんですよ。基本押さえるんですけど、読み解くまで慣れるのに時間ちょっとかかると思うんで、はい、まあ、何回も見てほしいっていうのと、うん、いやもうこれはもう何回も見たと、理解したと、でももうこの動画待ちきれへんって人は、はい、公式 LINE からもう連絡してくれあ、待ちきれないですと。もう待ちきれないですもう吸収したいんで、はいはいはい、
給付金の全てを教えてくれって言われたら、はいはい、それでお伝えする。ああ、いいですね、はい、その道もあるんですね。あります、あります。あ、そうなんですね。それはしっかりお伝えさせてもらうって、もちろん優勝でさせてもらいますけど、はい、っていうのもそうですし、なんかそこはもっとグイグイ勉強したいって人は公式 LINE からも直接いただいたら、おお、いいですね、はい、時間取りますので、はい、はい、何回も見てもらえたらなと思いますけど、はい、何か不明点あります？あ、いや、まあここの内容をもう一回見て、でまた多分そしたらここ詳しく知りたいなとか、うんうん、出てきそうな気がするので、そうですね。まあ他に撮ってほしい動画あったらコメントしてくださいって言ったんですけど、はい、なんか補足で質問というか、そうですね、あったらそれもコメント入れてほしいなと思うんで、はい、そうですね、はい、と思います。はい、尺的には1時間喋れました。バッチリじゃないですか。はい、いいと思います。っていう感じですね。はい、はい、チャンネル登録とグッドボタンはしっかり押してほしいなと思うのと、はい、何回も見てください。はい、わ、はい、かりました。はい、今日は以上で終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。